日はご対応の中、神戸大学海人プロジェクト発表会にお集まりいただきありがとうございます。神戸大学長の武田でございます。海人プロジェクトは神戸大学が海に開かれ海を開く総合大学、つまり海の神戸大学として教育研究を展開することを多くの方々に知っていただこうとする取り組みでございます。このプロジェクトを通じて四方を海に囲まれて暮らす人たちの海への興味を増幅し、海洋立国日本の将来を皆さんと一緒に考えていきたいと思っております。まずこの海人プロジェクトを始めるに至った経緯と背景を説明いたします。神戸大学では2015年に学理と実際の調和を理念とした世界最高水準の教育研究拠点の形成を目指して神戸大学ビジョン2015を策定いたしました。獣学部を要する総合大学の強みを生かして先端研究と分離融合研究を積極的に推進し、同時に卓越した社会貢献と大学経営の在り方を全構成員が共有して、国内大学のランキング、現状の10位程度からトップ5位を目指すなどのビジョンの実現に向けて取り組んでいるところでございます。このビジョンの実現には神戸大学が持つ強みを生かして、さらにそれをさらに発展させることが重要でございます。神戸大学は2003年に我が国の海運業界を支える多くの人材を輩出してきた神戸商船大学と統合し、国内では数少ない練習船を保有する総合大学となりました。この練習船を船員養成のみならず、海惑星地球の変動や進化の理解、海洋由来の巨大災害の軽減に向けた海域観測や探査、持続可能な海洋開発、さらには多くの方々に海に対する興味を持っていただくための活動に用いることが神戸大学のミッションであると考えます。また神戸大学は国際港湾都市神戸に立地しております。神戸では国内外との物流などを基盤とした海洋産業やベンチャービジネス、それに国際性豊かな特有の文化が生まれてきました。このような海に開かれた町神戸とともに海を開いていくことが神戸大学の責任であると考えています。私たちはこれらの強みを最大限に生かし、さらに発展させたいと願っています。そこで神戸大学では、海を基軸とした教育と研究を強化し、海洋立国の基盤となる研究開発を推進し、また海洋立国をリードする人材の育成を図ることにいたしました。このような取り組みによって、我が国が国際社会の中でリーダーシップを発揮し、国際的プレゼンスの向上に貢献することが神戸大学の使命であると考えています。また、我が国が現在置かれている国際情勢を鑑みると、海に関するガバナンスや研究開発の分野でリーダーシップを発揮する人材の育成は喫緊の課題だと認識しております。海の神戸大学の使命を果たすための戦略として、私たちは教育、研究、運用の3つの柱を設定いたしました。1つ目は海洋政策科学部、これは仮称でございますが、これの設置です。旧神戸商船大学の流れを組む海事科学部を発展的に解消して設置するこの新しい学部では、海に関する国際的課題の解決をリードする海のグローバルリーダー、持続的な海の開発、利用および探査をリードする海のエキスパート、国際物流を支える外交船船長、機関士のみならず、海運業界の経営にも携われる信頼会議士の育成を進めます。また、海の神戸大学にふさわしい人材を輩出するために、神戸大学全学部のに対して海洋リテラシー教育を展開します。2つ目は、神戸大学のにおける研究の顔として高等研究員を設置し、その中に海ともいき研究アライアンスを設けました。このアライアンスでは海域先端研究はもちろんのこと、海洋由来災害の軽減や
海洋政策に関するシンクタンク機能も有しています。3番目の柱が海洋教育研究基盤センターの設置です。これまで練習船深谷丸は海事科学研究科付属でありましたが、全学および国内外に開かれた効率的かつ安定した運用を目指して、全学組織である本センターが管理運用を行うこととしました。さらに昨年度の補正予算において新造船の建造経費が認められ、この千載一遇のチャンスを海の神戸大学の大きなステップにしたいと考えております。このような海の神戸大学のブランディングを担うのがこの海人プロジェクトです。そしてこのプロジェクトを進めていくために、水先案内人ナビゲーターを任命することとしました。手塚治虫氏による海のトリトンです。トリトンは自分探しの旅を続ける中で海でさまざまな経験を積んで成長していきます。トリトンが海で遭遇する困難には、現代にも通じる社会的地球的課題も含まれています。こんなトリトンとともに神戸大学は海へ乗り出し、皆様と一緒に海洋立国日本の将来を考えていきたいと思っています。海人プロジェクトでは今後もさまざまな活動を行っていく予定です。これからの海の神戸大学への応援をよろしくお願いいたします。海に開かれ、海を開く、海の神戸大学、いざ出航でございます。ご清聴ありがとうございました。広報担当理事の品田でございます。私、海洋政策科学部進学部の、カリキュラム策定等の副査も担当しておりますので、主に教育面について私の方から説明をさせていただきたいと思います。一部は学長のお話とも重なるところがございますが、お聞きください。座ったままで失礼いたします。で、今回の海洋政策科学部についてまずご説明を申し上げますが、母体となりますのは海事科学部というのが現在ございます。でこちらは1917年に川崎商船学校、私立ですが、設置されまして、その後神戸高等商船を経て神戸商船大学という歴史を刻んでまいりました。でこれが2003年に神戸大学と統合を果たし海事科学部となったものでございます。商船大学の当時から国際的に活躍する新種の精神という伝統のもとで人材育成に当たってまいりましたが、この度海の神戸大学ということで総合的な人材育成に取り組んでまいりたいというふうに考えております。お手元の資料あるいは前の方をご覧いただきたいと思いますが、最初に我々どういう人材を育成しようとしているのかという点についてお話を申し上げます。で、作りたい人材はですね、海のグローバルリーダー、それから海のエキスパート、でもう一つここでは書いていないんですが、信頼会議士ということでございます。書いてた信頼会議士の方からご説明いたしますと、信頼というのは神戸大学の関西での略称でして、神の大学と書いて信頼、神の大学という意味ではないんですけれども信頼と申します。でそこの会議士ということで信頼会議士というふうに言っております。この3つに共通しているのは何かということですが、これはですね、海というものについて総合的多面的に理解をしているということであります。地球というのは海が唯一存在する太陽系の惑星でございますけれども、この海惑星地球と、その恵まれた環境の中で生命が育まれてまいりました。でこの海洋の豊かな資源を我々ずっと開発利用してきたわけですが、今後もこれを持続可能な形で続けていかなければなりません。でまたその時には国際的なルール、海洋政策というものが取り決められるかと思います。で将来にわたって我々海とともに共生していかなければいけないわけですけれども、このあたりについての総合的な理解というものをこの学部では全員に理解してもらう、このが基本概念でございます。でその上でですね、国際海洋社会をリードしていくような海のグローバルリーダー、それから海洋の探査開発利用、そういったところを考えていく海のエキスパート、それから船上職員、海上職員ということで船長、機関長になっていくわけですが、ただ単にそれにとどまらず、ビジネスの分かる船員さん、あるいは船の現場が分かる経営者、そういったものに将来になっていくであろう信頼会議士、この3つの人材の育成を図っていきたいというふうに考えてございます。そのためにどういう方法策でこういう人材を育成していこうかと
まあ、カリキュラム上の特色でございますが、6点ございます。で、入学時の時から、順番に説明をしたいと思います。この図に言いますと、下の方からですね、これ下が入学前で1年生、2年生で、最後卒業すると海のグローバルリーダーになるという、こういう図なんですけれども、下の方からご説明を申し上げます。で、まず入試についてなんですけれども、今回我々は2類型の入学者選抜を考えております。いわゆる理系重視、理系科目の重視の従来型の入試に加え、文系科目重視型の入試という2つの2類型の入学者選抜を導入しようと考えております。で、これはですね、先ほど申し上げた通り、海に関して総合的に理解をして、意欲的に取り組んでくれる有能な人材というのを集める必要がありますが、まあ、現在ですと、どうしても理系、高校生どうしても文系理系という枠にとらわれますので、その理系の方からだけしかちょっと人材が集められてこなかったということもありますので、文系の学生にも門戸を開いて、後半に有能な人材を集めたいというふうに考えております。で、入試を突破して入ってきてくれた、新入生に対してなんですけれども、海洋リテラシー教育というものを施します。で、これは先ほど申し上げました通り、太陽系で唯一地球に、海が存在しているというその事実から始まって、その後こう地球というものが発展してくる中で海がどういう役割を果たしてきたか、人類にとって持続可能な形で海洋の開発利用をするにはどうすればよいのか、あるいは現在の国際海洋社会においてどのようなことが課題となっているのか、まあ、マイクロプラスチックの問題などございます。で、こういった点を考えていくと、で、これは海洋立国をリードするために必要不可欠なコンテンツであるというふうに考えます。で、こういったところを基本的に理解して考える力、これを身につけてもらうために海洋リテラシーという、そういう総合的な教育を行いたいと思います。で、これらの科目は新学部のみならず神戸大学の全学部の学生に提供することによって、我々の海の神戸大学というものの実現に向けて進んでいきたいと思います。で、2年生以降なんですけれども、特徴のある教育をいくつかご紹介いたします。一つは海のアクティブラーニングということでございます。で、先ほど学長からも紹介がありました通り、我々は練習船深山というものを持っておりますので、これを活用して、社会科学、あるいは理工学、そういった幅広いテーマを船上あるいは海上で、能動的に学ぶということを行います。で、こういう経験を通じて異なる視点から考えるということ、あるいは実際に臨んで判断力をどうやって養っていくか、あるいは船という特殊環境における作業を通じて、学生に主体性、多様性、共同性といったものの育成を図ってまいりたいと思います。で、3年生くらいになりますと、今度は専門を勉強していかなければなりません。で、複雑化する海洋に関する国際的課題の解決というものにとって、これを多面的に包括的に理解することが不可欠ですけれども、同時にさらにこれを深く掘り下げて身につけていくということも重要になってまいります。2年次までに身につけた海洋リテラシーをさらに深く理解をして課題解決能力を高めるということで、主にいくつか用意しているんですけれども、主として学ぶ主専門の科目と、さらにそれに副専門の科目という主専門副専門性というものを導入して、この多様なかつ包括的な理解ができるようにしてまいります。で、最後4年生の方になりますと、海の BDL と、 BDL というのはお聞き慣れされない言葉かと思います。あの、造語でございます。私たちが作りました、ビヨンドディスプラナリーラーニングというので、その専門を超えた学習というので、我々はまあ脱専門あるいは超専門教育というふうに呼んでおります。こちらはですね、主に主専門領域でいろんなことを学ぶわけですが、それぞれ異なります。工学的なことを学んだり、理学的なことを学んだり、あるいは社会科学的なことを勉強した学生、それぞれいろんな学生がいるんですけれども、こういう背景となる主専門領域が異なる学生が一つのチームを作りまして、でそれぞれの専門の枠を超えて、この海洋政策科学分野において、課題となっていること、これは何か、そしてそれをどうやって解決していくかということをチームで検討して、解決を
策を見つけてまいります。でこういった経験は思考力、判断力、表現力、あるいは学生の持っている主体性、多様性、協調性と、こういったところを伸ばしていくものだろうと思いますし、倫理面を含めた教養知識、経験に基づく汎用的能力、リーダーシップの育成に欠かせないものと考えております。こういう、まあ、共同の学びというのをやっていく予定であります。で最後6点目なんですけれども、キャリア教育という意味で、海のインターンシップというものも行います。で、グローバルな企業、国内外の行政研究機関、この海に関わる企業や、行政研究機関多々ございます。そういったところにお邪魔をして、研修、実習、就業体験を通して、実社会を学び、実践力を勧誘していくと、まあ、こういう、カリキュラムの予定でございます。以上あのカリキュラムでございました。でまたあのカリキュラムの細かい内容についてはまたご質問いただければ幸いに存じます。でもう一点、私の方からは、海洋教育基盤センターというものについて、説明をいたします。これはですね、深井丸という練習船を我々持っているということでございました。でこれは今まで、海事科学部、海事科学研究科の付属練習船ということでございまして、つまり一学部、一研究科が、まあ、運用しているという組織だったんですけれども、この度神戸大学は海の大学、海の神戸大学ということなので、大学全体としてこの深谷丸を運用していこうというふうに考えております。でそのための組織がこの海洋教育研究基盤センターでございます。でここのセンターでどんなことをするのかということなんですけれども、まあ、信頼会議士の育成と、まあ、神戸大学における海のアクティブラーニングというのを、まあ、主たる任務として行います。また同時に、学内外との連携で先端的な海域研究の推進というものにも取り組んでいく予定であります。でこのような、共同運行に、大学としての運用を行うことによってですね、この船を動かすというのは、お金もかかりますし、人手も大変かかります。で、一つの学部でなかなかこれを行っていくのは現在難しい状況にございますので、今後少しでもこれを安定的かつ効率的な状態にしていくというのが今回の狙いということでございます。私からは以上であります。今品田の方から説明がありましたように、海洋教育研究基盤センターで神戸大学の練習船を運用していくことになっております。で学長も最初に申し上げました通り、昨年の補正予算で、新たな新造船の建造費が認められました。でそのことについて少しだけご紹介したいというふうに思っております。で、もちろん深谷丸はこれまで商船大学時代からも、外交船舶職員の養成で、多大な貢献をしてきました。それから2016年からは新しい探査装置を載せて、我々の海洋底探査センターが主に九州の南方の機械カルデラと呼ばれる世界で一番大きな海底カルデラの探査を行ってきて、7300年前に超巨大噴火が起きたことであるとか、その後さらに世界で一番大きな溶岩ドームがそのカルデラ内に形成されたと、で現在も活動的であるというふうな先端的な研究成果を上げることができてきました。ただこの船も船齢が32年になります。で先日もドックの時にですね、まあ、後半を叩いて検査をするわけですけど、その時にポコンと穴が開いてしまったと、そういう状況でありますので、なかなかこれからも安定的に運用するのは困難だなというふうに思ってたところへ、まさにその予算がつけていただいたわけで、今後、安全性を高め、それからもう少し長期航海にも耐えるような仕様、それから中の居住空間も、もちろん今居住はできるわけですけども、もっと現代的な居住空間に、生まれ変わりたいというふうに思っています。それから今この練習船に新たな探査装置を積んだというふうに申し上げましたが、もうその探査をするための装置群というのが、探査装置をサポートする装置群がありません。ですから、ある意味で少し危険な状況も踏まえての中で探査を行ってきました。で実際も我々探査装置を2度ほどもう海中になくしてしまったりという状況もありますので、そういう効率を上げていくということも大きな重要性であるというふうに考えています。それからもう一つは、こういう、まあ、国立大学の大工事の船ですので、何かの時、例えば、
災害が起きた時などにも救援活動にも参加できるような社会的なニーズに対しても対応できるような船にしたいというふうに考えています。でそれで今申し上げたような背景を踏まえて、支援機能であるとか最先端の探査装置、それから練習船としてももちろん高機能な機能を持ったような新しい練習船の建造を始めようとしているところです。でこれは、順調にいきますと2021年に竣工予定でございます。で現在、その設計等の準備段階にあるわけですけれども、社会に開かれた練習探査船のあり方で、皆さんに少しでもこの練習船の中身を知っていただいて、存在を知っていただいて、共に海を学んでいくような、友達として付き合っていただければなというふうに思っております。次に、研究組織についてお話したいと思います。最初に武田学長が3つの戦略で我々は海の神戸大学を目指すというふうに申し上げました。でその一つが研究であり、その研究の柱として高等研究院の中に海ともいき研究アライアンスというのが10月1日から設置されています。でこの、ある種ネットワーク型の、アライアンスでは海と人間の共生を構想して、当然先端研究、海域の先端研究を行うわけですが、それのみならず海洋陸国を深刻牽引するようなシンクタンク機能をぜひ持たせたいというふうに考えています。そのためにいくつかのユニット、特にここに示してあるような海洋政策研究ユニットというのを立ち上げて、ここには地方中央の行政府の方も参加していただいて、当然その方とのインタラクションで、実即戦力の人材の育成を図りながら、海の、海洋陸国ジャパンとしてどういうことを今後やっていくべきかということを提言していきたいというふうに考えています。でこれまで大学の研究組織というのはなかなかこういうシンクタンク機能を持っていなかったんですが、やはり海洋陸国日本として今後国際的プレゼンスを高めていくためには、大学からこういう発信をするということが非常に重要であるというふうに考えています。その他にも例えば先ほど私が申し上げた長巨大噴火など、日本には非常に長巨大な災害に関わる、いろいろ襲われてきましたけれども、それに対する日本人の倫理観と申しますが、災害観と申しますが、そういうふうなものがこれからの災害にとって十分であるかということは非常に我々懸念しております。ですから科学的な成果に基づきながら、かつ多くの方々、この変動タイプ、地震タイプ、火山タイプの苦労する人たちと一緒になって、そういう新しい災害感のようなものを作っていくような場になればというふうに期待しております。で今高等研究院には海ともいきアライアンスがあるわけですけども、今後、いろんな意味で神戸大学の強みを生かしていくということで、この丸々にこれから何が入るかというのは我々 の考えないといけないことだと思いますが、丸々の神戸大学というものをこういうアライアンス機能を使って高等研究の中で進めていきたいというふうに考えているところでございます。それでは今発表しております海人プロジェクトについて、簡単な今後の取り組みについてご説明したいと思います。今日11月5日にキックオフ記者会見を行っております。それから特設サイトがもう開かれておりますので、ご覧になっていただけたかもしれませんが、ぜひご覧になっていただきたいと思います。で今後、例えば新造船に関するプロジェクトとしては、船名の募集等、これも皆様に、多くの皆様にこの船の存在のことを知っていただくということを、狙ってのことでございますが、そういう船名の募集であるとか、例えば船長さん、それから船員さんのユニフォームデザインなどを募集して、一緒に海で鍛える海を開いていくというようなことをやりたいというふうに思っております。それからもちろんその後進水式がございますので、その時には命名式等のイベントも企画して、いろんな進捗状況も皆さんにお伝えしていきたいというふうに思っています。で、竣工の暁には当然皆さんに何らかの形で船乗船いただけるような場を設けて、神戸大学の取り組みをご理解いただくとともに、海への理解を進めていただきたいというふうに考えております。
それから海洋政策科学部に関しては、もう来年、今年度末もしくは来年度の初めに、入試広報のスタートがあります。でもちろん概要も、これから文部科学省の設置浸透が終わりますと、概要発表というものがございます。でその後、オープンキャンパス、今海事科学部としてオープンキャンパスをやってますが、もう来年度からは、新しい学部のオープンキャンパスとして、例えばその海の家のようなものを作って、そこでいろんなどういう人材育成をしていきたいかというようなアピールをしていきたいというふうに考えております。でその後カリキュラムが詳細に発表されて、いよいよ、入試を伴って、新学部がスタートするという順番であります。でこれも2021年ですから、もう相当時間が迫っておりまして、我々相当真剣というか、だいぶ頑張ってやらないといけない、時間の間にあるように皆さんに広めていかないといけないというふうに思っております。それから、研究の方ではアライアンスの方で、10月1日に正式に発足しましたので、ぜひ我々がこのアライアンスを通じて海に関してどういうことを皆さんと一緒に考えていきたいかということを知っていただくための、発足記念シンポジウムをぜひ開催したいと思っております。それからこのアライアンスの大きな特徴は、いろんな分野の方、例えば、行政の方、それから、政府の方も含め、いろんな方が参加してくださる、哲学者の方もご参加表明いただいておりますし、そういうふうな方が集まりますので、海の神戸での梁山泊的な、非常に活気あふれた、しかも、包括的な議論が、繰り返されるというふうに期待されております。でそういうふうなレポートは逐次、ホームページ等を通して皆さんに発信していきたいというふうに考えております。でこれが3つの柱についての大きなプロジェクトのこれからの予定でございます。以上、神戸大学としてこれから、海に開かれて海を開く大学として、海の神戸大学を、ブランディングしていくプロジェクトがこの海人プロジェクトでございますので、今後ともよろしく、応援をしていただければというふうに思います。この度は、神戸大学の新たなブランディングプロジェクト、海人プロジェクトのシンボルキャラクターとして、手塚治虫の海のトリトンが起用されますこと、大変喜ばしく思っております。海のトリトンは、1969年から71年にかけて、産経新聞に連載された作品で、その後1972年に、朝日放送系列のテレビアニメとなり、広くお茶の間に知られることとなりました。今日集まりの皆様もテレビアニメのトリトンを思い浮かべる方が多いではないかと思います。資料の方にもあるかと思いますけど、トリトンの物語は古代文明ムーの生き残りである人魚族、トリトン族と、ポセイトン族の争いによって、絶滅してしまった人魚族、トリトン族の最後の生き残りである、少年だったトリトンが、人間に拾われて人間社会で育てられ、やがて自身の身の上を知って、再び海に戻り、ポセイトン族と戦うといった、大変ユニークな、海洋冒険 SF 漫画です。登場しますポセイドン族のさまざまな刺客との戦いや、イルカのルカをはじめとする、海洋生物との交流など、海を舞台とした、冒険活劇が楽しめる物語ですが、もう一方でですね、この作品は、人間とトリトンとの触れ合いを軸に、少年トリトンが、葛藤しながらも自分が何者であるか、何をすべきものなのかということを見出すといった、成長のドラマも描かれております。手塚治虫の作品の多くは、登場人物たちがさまざまなコンプレックスを抱え、悩み葛藤し、そして生きる道を見出していくといったテーマが描かれています。それは手塚自身がですね、常に子どもたちの未来を思い、そこに夢や希望を持たせたいと考えていたからです。たとえ悩みながらでも、自分の進むべき道を見つけ出していってほしいと、精一杯その人生を生き抜いてほしい、そんな思いが、手塚漫画には込められています。
そういった部分でも若い人たちが大学というところを通して自分自身が将来なすべきことというのを見つけていってほしいという部分でも海のトリトンというキャラクターが使われることは非常にシンボリックではないかなというふうに思っております。またもう一つですね、手塚作品の多くには自然環境と人間の共存共栄というものもまたテーマとして描かれております。この海のトリトンは海洋環境の中でですね、人間がどのように海洋で生きる命たちと共存していくか、あるいは発展していくかといったところが描かれているところがあります。そういう部分でも今回のプロジェクトの中で海を知り、海洋を学び、研究し、その上で私たちの未来がどのようにあるべきかといったテーマの中で人が育っていく、教育されていくというところでもこのプロジェクトにおいてトリトンが使われることは大変にありがたいことだなと思っております。またこの海珍プロジェクトを通してですね、若い方たちが手塚治虫のそういったメッセージ、作品のテーマというものを改めて知ってですね、自分たちもそういった志を持って将来何ができるかというふうに考えていってほしいと思います。理系の研究者でありながらもやはり心の中にはクリエイティブであれという気持ちを持って社会に貢献していってほしいなというのも手塚自身の願いだと思いますので、そういった学生がこの神戸大学を通して社会に出ていっていただきたいなというふうに思っております。最後にですね、このプロジェクトを通しまして手塚治虫の志と遺伝子がですね次世代に継承されることがあれば大変嬉しく思っております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。